おはようございます。トシです。さあ今日はですね、青森県青森市の朝虫に来ております。まだね、朝の7時半ぐらいですからね。ちょっとカメラブレてるね。いた。今回は朝虫でビッグなイベントがあるということでやってきました。それがなんといってもね、ティラノサウルスの格好をして走るっていうね。私もずっとそれが出たくて出たくて、とうとう参加することになりました。ティラノサウルスレースってアメリカで始まったんですよ。それが去年日本では鳥取県でスタートして、それから全国各地で開催されるようになり、ではこの青森もたびたび去年から開催するという、すっごい気になってね、今回出ることになりました。では張り切っていきましょう。さあ行くぞ。すごい、もう出店が出ている。ね、曇りだね。まあでも雨降らないだけ良かった。あ、おはようございます。生で見るのちょっと新鮮なんだけど、可愛いのはありますか。ティラノサウルス T シャツ、あ、ぜひ何か欲しいのがあれば。レース限定の、すごい感謝です。今日限定なので、わー、いろいろと言われて説明なんです。さあ、人がどんどん出てきました。いよいよ賑やかになりましたね。テント張っている方も、見受けられます。さあ、戦闘服に着替えましょう。今回私は128番で出場します。はい、トシザウルス登場です。どうでしょう、似合ってますかね。赤好きなので赤にしてみました。さあ、ここで入念に練習していく。やーべ、ブカブカして、暑いわ。うわ、結構歩くも大変。さあ、開会式、まずは選手宣誓。そして楽しく最後まで走り抜くことを誓います。さあ、ビーチに数えきれないほどのティラノサウルスの数々、今にも襲いかかってきそうで怖いです。さあ、ここで記念撮影が行われます。こちらが記念写真です。もうこの枠に収まりきらないくらいたくさん参加されてましたね。さあ、ラジオ体操、そして今回はなんと青森山田の新体操部が助っ人をしてきてくれています。めちゃくちゃ華麗に決めてくれますな。皆さん動きがとても可愛いです。すごい珍しい光景ですね。こんだけたくさんのティラノサウルスがラジオ体操をやってるって普通じゃありえません。でも可愛くていいですよね。貴重な光景ですので、皆さん目に焼き付けていきましょう。とここで爆中。さすが新体操部、驚異の身体能力ですわ。いや
やべえ、もう緊張が止まらん。ちょっと息がもう苦しくなりそうだ。なんかやっぱり初めてだからな。やべえ。さあ始まりました、ガチレース。この白い砂浜 50m を一気に駆け抜けていきます。もう皆さん首振りながら走っております。ちょっとね、風も吹いてるのでちょっと傾いてます。さあいよいよ私の出番です。画面一番左がトシザウルスです。さあ、果たしてどうでしょう。はい、なんと1位で決勝進出。20代オス部門でまさか1位だと。決勝が次、もうここまでいったら優勝目指したろう。続きましては幼獣の部、子供たちですね。元気にワイワイ走っております。このティラノサウルスレースは大人から子供までもう年齢関係なくね、楽しめるのが魅力の一つです。さあちょっとした休憩時間ですね。水分補給を忘れずに、この後はいよいよ決勝です。さあ行くぞ。さあ待ちに待った決勝戦、20代オスノブ。今回私は一番右のレーンです。さあ間もなくスタート。さあ始まりました、20代オスノブ決勝。めちゃくちゃ白熱してますね。さあいけるか。おっとおっと、トシザウルス足取られてしまった。あららららら、つまずいてしまった。ゴールの数センチ前。あー悔しい。最後追い上げたのにゴールのためですってんころりん。ちくしょう、足取られてもうたやん。せっかく1位になるチャンスだったのに。いやでも楽しかった。砂浜で走るの最高。そして表彰式、残念ながら私はお立ち台に立つことができませんでした。次こそは絶対1位を取ってみせます。今回受賞された方々、本当におめでとうございます。さあ腹減ったし、とりあえず何か食ったろか。結構ねお店出店してるから、ちょっといろいろ巡っていきますか。この日はさまざまなキッチンカーやグルメブース、ベーグルにホットドッグ、ステーキサンド、その他ねかき氷や、まあ、ジュースもたくさんのねブースが出店しておりました。さらにクラフトブースではオリジナルのアクセサリーも、さまざまなブースが来た人たちを楽しませてくれていました。どれも気になるものばかりですが、私腹が減っているので、こちらたこ焼き裕次郎のたこ焼きをいただきます。いただきます。
まい。で、ふわふわ。すごい、とりあえず島のロングポテト。ほら、めっちゃ長いんです。入っていく。すごい長さだよ。わあ、うまい。しかもね、カリカリ。うわ、うわ、落ちた。落ちました。俺でもうた。スラックライン、なんだこれ、めちゃくちゃ面白そうや。さあ行くぞ。大丈夫？ここ一番低い方から。低い方がいいです。まだ行ける、まだ行ける。おお、足を丸くにして、足横の分抜いて、足まっすぐの方。ちょっときついな。さあ、やっとラインの上に乗りました。さあ、10秒キープできるか。何秒間だよ、お前。10秒間です。10秒間。やってみる。10秒だけも難しい。さらに、じゃんけん大会も開催。まだまだいるね。まだまだいますね。勝った人は景品がもらえるのですが、私は1個ももらえませんでした。というわけで、無事にティラノサウルスレース終わりました。いや、今回はね、もう初めてティラノサウルスの着ぐるみ着て走るレースだったんだけど、結構砂浜ぬかるみやすいね。最後本当に足取られて転んだのは本当に超悔しかった。もこんなに久しぶりに動いたね。最後ちょっとスラックライムやってね、足がパンパン。あー、でも楽しかった。また参加したい。どこかであったらね、また参加します。次は絶対1位取れるよう頑張ります。本日の動画は以上です。この動画がいいなと思ったら、高評価、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。